はい、皆様こんにちは。ガバラと衣装軍でございます、本日は、ゴールドサダオンマルカンリングですね、18金でのゴールドサダーがダブルでかかってます。だからこの半分から半分かかってるから、まあいわばその、指で見つけてて見えるとこはゴールドになってるという感じですね。このだらーっとぶっかかってますゴールドサダーが、これ見えます？ここにこの切れ目がだらっとこうあるんですね。これも案外結構そのそれなりのヒット作で、売れてるんですね。これこれ G クラウンのスタンプが真ん中に入ってるんですね。これ見えます？これ G クラウンが真ん中に打ってあるところが売りですね。これは18金のスタンプかな、だから要するに丸 G も入ってるので G クラウンが一つ余分に入ってるっていうことですね。これまあこれいろいろ考えたんでしょうね。この丸カンっていうのもこのただの普通の、指輪だからリングだからといってキャストで作ったり、手抜きはしてません。本気で作ったなんていうんですか、引き抜き線の、先祖伝来のガボールの作り方で作った引き抜き線の輪っかのスタンプを横に普通は打つんですけど縦に手打ちしたという、そのもう全部入魂されてる、もう人力で作ったその、手作りの、マルカンリングです。これキャストでポンポン作ったらもっと簡単に、1500円か2000円ぐらいので作れるのかもしれませんけど、これちゃんと職人が時間かけてバリバリ手間かけて作ったリングなんですね。だからパッと見大したことないリングなんですけど、これはもういわばその肝なんですね。ガボラトリーの肝の丸カンで作った肝リングなんです。だからちっちゃいから安いからといって、安物じゃないんです。もう真剣な、ガボラトリーなんです。こんなところで本日は失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。ペコペコ。